秘書書は図書館に置かれる専門的職員のことである。図書館学等では厳密には英語のライブラリアンに相当する図書館専門職の翻訳語として用いられるが、日本語における一般的な要例としては図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず、広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。日本では図書館法に規定された 日本の法制度上の資格として、司書となる資格があり、図書館法上の、司書は、図書館法に言う、図書館に勤務し、資格を有する、図書館専門職員を指す。このほか図書館法に根拠を持たないけれども法律に基づいて、司書の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名に見られる、司書があり、また、学校図書館、大学図書館、専門図書館で、 図書館専門職員に、司書の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の、司書は、図書館法に言う、司書となる資格に基づく司書ではない。図書館学において、司書とは、図書館情報学の知識と技術を身につけ、図書館に固有のサービスに従事する、図書館の専門的職員と定義されている。したがって、この定義においては、 図書館において施設管理や情報システムの管理運用などの図書館に固有ではない専門的な業務を行う者は、司書には含まれないと言える。司書が行う具体的な業務は、その勤務する図書館の監視によって細部は異なるが、図書館資料の収集、整理、保管、提供や参考調査、他の図書館との連携、協力を含み、さらに電子図書館の開発や、 電子情報の発信などの電算機システム運用に至るまで図書館利用者の要求に応ずるためのあらゆる専門的な職務も司書の行う仕事となりうる。また図書館の設置母体や関連機関、団体との連絡、図書館の広報、図書館のサービス計画の企画、立案、予算と人員の確保、職員の指導監督などの図書館経営的な 書業務も広い意味での司書の仕事の一部である。古代ローマでは、その全図書館の財務、運営、管理を統括する職として、図書館総裁が置かれていた。皇帝にティベリウスがついてからウェスパシアヌスが皇帝となるまでは、皇帝事務官出身の解放奴隷が任命された。ウェスパシアヌス以降の時代になると、上層階級の者から任命されるようになった。古代ローマでは、 司書は図書館職員を率いる職であった。司書のもとに図書館職員が置かれ、ギリシャ語区画とラテン語区画に分けて配属された。古代中国では、州の時代には資料を収集、保存する機関があり、士官が設置されていた。当州には国書を保存する倉室という図書館があった。老子は、守る蔵室の文という司書であったと言われている。 日本ではあらゆる種別の図書館にわたって図書館専門職として勤務することを保障するような司書の資格要件は存在しない。日本で一般に司書資格と称されているものは公共図書館について規定する法律である図書館法による司書となる資格である。図書館法における司書資格は図書館法第5条に取得条件が規定されており大学、短期大学、 高等専門学校のいずれかを卒業した上で、師所講習相当科目を履修する。大学に2年以上在学し62単位以上を修得、もしくは短期大学、高等専門学校を卒業した上で、師所講習を修了する。師所補として3年以上勤務した上で、師所講習を修了するの3通りの方法から選ぶことになる。このうち、師所補は、 師書の専門的職務を助ける事務に従事する資格を、指し、高等学校卒業者、中等教育学校卒業者、高等専門学校第三学年修了者の、いずれかの資格を持つ者が、大学等で実施される、師書補講習を受けることで与えられる。死書講習相当科目で習得する場合、在学中に科目を習得せず卒業後、改めて通信制大学、夜間大学、 科目通り修などで必要単位を習得しても認められる。ただし、司書講習相当科目履修による、司書資格の証明書は、大学、短期大学、高等専門学校の卒業時に発行される、慣例があり、この方法を選んだ場合は、司書資格の証明書は用意されない場合が多いため、単位習得証明書などを用いなければならない。また在学中に、 司書講習相当科目履修を行った場合でも、証明書は発行しない、教育機関もあり、この場合も単位習得証明書などを提出することになる。図書館法に基づかない、図書館では多くの場合、図書館法による司書となる資格は、就職や勤務の必須の要件とはならない。例えば、公開の試験により、職員の採用を行っている、図書館法に基づかない、 図書館として国立国会図書館や国立大学の図書館が挙げられるが、これらはいずれも試験の受験資格に特に資格を要求していない。また図書館法に基づく図書館であっても司書は筆知を義務付けられておらず、資格を有する司書を置いていない図書館も少なくない。しかし他に図書館の司書となる要件を保証する資格は存在しないため、私立大学の図書館、 学校図書館、専門図書館の中には、図書館法による司書となる資格を職員採用の条件としていることもある。なお、司書の資格取得には年齢制限はない。国立図書館の司書、第二次世界大戦前の日本において国立図書館の機能を果たした帝国図書館では、1897年施行の帝国図書館完成に基づいて、館長の下に、司書長及び、 司書と称する職員を規定の人数を置くことが定められていた。司書官は送人官司書は半人官であり、おおよそ前者が管理職、後者が正職員に相当する。また、これらの下に雇いや食卓の身分で図書館専門の仕事を行う職員がいた。帝国図書館における司書官、司書は図書館専門職としての特殊性から、 特別任用令が制定され、一般の管理と異なり、図書について学術経験のあるものを試験を経ずに任用することができることになっていた。ところが、戦後の1946年に官職名は整理統合され、司書官と司書は文部事務官に官職名が変更されたため、国立の図書館における司書は一旦消滅した。その後、 1948年に新設された期間で、ある国立国会図書館において、文部事務官等に相当する正職員の職名として、国立国会図書館司書が採用されたことにより、国立の図書館における職名としての司書は復活した。国立国会図書館の職員採用では、ごく初期を除いて、司書となるものを特に区分しての採用は行われておらず、 また採用に司書となる資格が必要とされたことは過去にない。採用試験では選択式の専門試験の科目中に図書館情報学が存在するが図書館情報学区分としての採用は行っておらず数ある選択科目の一つでしかない。採用後は本人の希望と適性により調査業務、司書業務、一般事務等を行う様々な部署に配属するとしているが 司書の職名はこのうちの司書業務を行う部署に配属された者に与えられるものであり、調査業務や一般事務を行う部署に移動すれば、調査員、参事という別の職名が発令される。公共図書館の司書戦前の法律、私立の公共図書館の根拠法令である、図書館令に司書に関する規定が現れるのは1906年のことである。図書令では、 公共図書館を学校に準じる教育機関と捉えていたため、公立図書館について、その専任職員である館長と司書は、公立学校職員に準じた待遇を受けるとされていた。その後、1933年の改正図書館令は、図書館に相当因数の司書を置くとしたが、その職務内容については明らかではなかった。また、同時に改正された、 公立図書館職員令では、司書検定試験制度の導入が定められ、1936年には、公立図書館司書検定試験規定が定められて、翌年には、第1回試験が行われた。だが、その一方でこの改正では同時に、送人間、犯人間経験者であれば、司書に任ずることが可能とされ、戦時体制が強化されると、 専門知識を持つ検定試験合格者よりも国策に忠実な元管理が司書に採用される例が多くなった。戦後の1950年に制定された図書館法では第4条で司書を図書館に置かれる専門的職員と定義し、またその資格要件を定めた。図書館法により公立図書館における司書とは司書となる資格を有する図書館員のことを意味することになった。 公立の公共図書館の場合、図書館の設置主体が司書となる資格を有する職員を図書館に勤務させることにより、図書館に司書が設置される。現在、公立図書館の司書の設置のされ方については、自治体によってそれぞれ異なるが、正職員であれば、以下のような事例があり得る。またこのそれぞれに、職名、補職名として、司書を発令する。 自治体と、肩書きの上では特に一般の事務職員と区別しない自治体がある。例えば、東京都の場合、とは、図書館専門職員として、司書となる資格を有する者を試験によって採用し、事務職員の職務名として、司書を発令しており、各特別区は、現在図書館専門職員の採用を行っておらず、事務職員の職務名には、司書は存在しない。近年、 行政の合理化の中で地方公務員の職名は整理統合される傾向があり、司書の職名を正式に発令する自治体は減少傾向にある。公立図書館に司書を置くことは図書館法が要望し期待するところではある。ただし図書館に必ず司書を置かなければならないとは法解釈されず、また公立図書館の役割や実態、機能、地方公共団体における 人事行政の方針その他を総合的に勘案して決定されるべきであるともこう解釈される。現状、日本では公立図書館に必ずしも支書は置かれていない。また公民館図書室などの設置をもって図書館の機能を代替している自治体も多いが、こうした図書館代替施設は図書館法に言う図書館には当たらないため、そもそも辞書制度の適用外である。 専門職制の未確率に加えて、公立図書館における職員の非正規雇用が、死書職制の大きな問題として存在する。もともと公立図書館は、開館時間の長さなどを補うために、非常勤職員、嘱託職員が数多く雇用されてきた。さらに近年、これに加えて貸し出しカウンターなどの定型的と、みなされる業務の外部委託や、あるいは指定管理者制度、 PFI の活用による図書館全体の運営の外部委託が広がっている。受託者として図書館の業務を行う者の職員の中には、司書となる資格を有し、公共図書館の業務に関して高い意欲を持つ者も少なくないが、多くは非正規雇用者であり、公務員司書のような安定的雇用にない。また図書館職員の外部委託化の進展により、地方公共団体の職員として、 専人の司書を採用する枠はますます狭まると考えられる。その結果、公共図書館における司書のあり方は近年を大きな変動の中にある。大学図書館の司書大学図書館における司書の状況は国立大学、公立大学、私立大学のそれぞれによって事情が異なる。国立大学では、 戦前の官立大学の付属図書館の中に、それぞれの設置根拠である完成に基づいて、司書館や司書と称する図書館の専任職員が置かれていた。これらの待遇などについては、帝国図書館のそれとほぼ同様である。彼らは1946年に単に文部事務官と、称されてからは司書を公的な肩書きとすることはなかった。専門職としての採用については、 1963年以降、人事院の行う国家公務員採用試験で図書館学区分が行われるようになったため、国立大学の図書館に安定的に図書館を専門分野とする職員が置かれることとなった。その後、2004年の国立大学の独立法人化、職員の非公務員化に伴って、人事院の試験から図書館学区分は廃止されたが、同年から、 国立大学法人等が自主的に行っている国立大学法人当職員採用試験に事務系の職種の一つとして図書区分が置かれ図書館学の専門知識を持つ者を図書館に採用する努力が続けられている。公立大学については設置主体である自治体や大学自身の人事に関する方針によって司所職の置かれ方はまちまちである。 公立図書館のように、特に図書館の専任職員を採用する枠を設けずに、事務職員を図書館に配属する場合と、図書館の専任職員を設ける場合とがあり、図書館職員の職名を司書と称する場合と、特に司書とは言わない場合があり得る。また、図書館の専任職員を置く場合も、採用方法には、自治体が公立図書館、 公立学校の学校図書館と共通の市書職採用試験を用いる場合と公立大学の図書館市書を別途に採用する場合がある。私立大学も公立大学同様設置主体である学校法人の経営方針によって図書館専門職の置かれ方がまちまちである。早稲田大学のように歴史があり規模の大きい大学では戦前の早い時期から図書館に 専任の事務職員を置いたことがあるが、経営方針の転換によって、図書館専門職としての採用を打ち切る場合もある。また、図書館の職員を司書と称するか称さないかもまちまちで、ある。また、大学図書館のすべてに共通する特色として、ほとんどの大学では、図書館長が教員から専任されることがある。もともと戦前の管理図書館などでは、 必ずしも教員から図書館長を任命するという規定は存在していなかったが、時代が下ると図書館の日常事務は、司書館が取り仕切り、図書館長は、教授が兼任して、全体を監督するという慣行が生じた。こうした図書館長のあり方は、司書館が戦後に、図書館事務部長と名を改めてからも続き、また、旧管理大学以外の大学図書館にも波及して、 現在に至っている。学校図書館の司書学校図書館法で規定されている学校図書館の専門的職員には司書教諭と学校司書がある。司書教諭は1953年に制度として発足した。司書教諭は、省令で定められた司書教諭の講習を終了した教諭が当てられるもので、教員としての立場から学校図書館の専門的職務を行うことが 期待されている。しかし実際には、司書教諭となる資格を有する教諭は、不足していたことなどから、かつては、学校図書館法の不足に基づいて、司書教諭は置かないことができるとされ、不足が廃止された2003年以降も、司書教諭は、学級担任、教科担任と兼ねていることが多い。司書教諭のほか、教員ではなく、学校図書館の専任職員として、学校司所がある。 しかし長らく設置に関する法的根拠がなく、2015年の学校図書館法改正によって、ようやく法制化され、設置の努力義務が定められた。またその身分は、常勤事務職員、非常勤職員、ボランティアなど様々であり、常勤職員の場合も、公立図書館から司書が移動してくるものと、学校の事務職員が当てられるものがある。 専門図書館の司書専門図書館は、設置主体が観光庁から企業まで多したようであり、図書館司書の置かれ方も設置者の方針によるところが大きい。したがって、図書館の専任職員として雇用されるか否か、司書という職名を有するか否かは様々である。司書養成制度の問題司書資格の取得方法は、大学の正規の教育課程の一部として設置されている。 試書課程と下記に大学で集中して行われる試書講習がある。試書講習は本来現職の図書館職員向けのものとされているため単位認定が甘く、暇と講習代さえ揃えば取得できる資格と揶揄されることがある。しかし現在では現役大学生の受講が増えている。一方、試書課程は試書課程のための全国統一的なカリキュラムが 図書館法の制定以来現在に至るまで作成されておらず、実際には本来現職者向けであり、取得を求められる単位数が少ない司書講習に相当する科目の単位の認定を受けて、大学を卒業すれば司書資格を取得できてしまう。また教諭や学芸員の文系資格の中で、司書は実習が必修ではない。実習が必要かどうかは、 賛否両論があるところであるが、実習が必須ではないがために、死所資格は下期集中開講の講習でも取得可能である。このようなカリキュラム上の問題のために、死所資格の取得者は非常に多く、年間1万人と言われているが、死所資格取得者の求人はすべての監視を合わせても数百人にも満たず、就職と結びつきにくい資格とされる一員になっている。 人事制度の問題に本においては、司書となる資格は、図書館法に規定する公共図書館の専門職員となるための資格であるが、公共図書館の大部分を占める公立図書館では、司書の資格を取得した者を自治体の正職員として採用する人事制度が必ずしも確立していない。司書を自治体の一般職員の中で、たまたま司書資格を有する者を短期間の人事移動で、 死所業務に就かせるといった雇用の仕方をする自治体も多く、そもそも師所、食卓職員、または非常勤職員としてしか採用しない事例すらある。さらには一部の自治体では師所、派遣会社からの派遣社員で賄っている。また、大都市圏の大学図書館でも師所、派遣会社からの派遣社員で賄ったり、図書館業務の一部を業者委託したりして、 図書館を運営する傾向がある。大学図書館業務の一部を受託している企業のスタッフ大半の入れ替わりが異様に激しい点灯が大学側で問題になっているケースもあると言われる。このように、司書が司書として採用され、退職まで原則として、司書としてのみ勤務する制度が確立していないために、多くの司書は勤務する図書館の利用者、潜在利用者のニーズに合わせた、 きめ細かいサービスを志しても、図書館以外との間での短いサイクルの移動などが原因となり、十分それを成し得ないことが問題として指摘される。一方、図書館職員としての採用枠が確立している、国立大学図書館を運営する職員であっても、その選考要件では、必ずしも司書となる資格を有する必要はないものとされている。これは直接には日本における、 司書資格は法的にはあくまで公共図書館司書となるための資格であるからである。また司書が司書の上級職として昇進する人事制度が確立していないために図書館の管理職が司書からは登用されにくいという問題もある。自治体や大学の図書館では館長など運営責任者に司書経験者が就任することはそれほど多くなく、 司書の意思が十分に図書館運営に反映されないことも珍しくない。こうした司書の人事制度の問題は、博物館における学芸員の地位の低さや公文書館におけるアーキビスト職の法制化の未整備といった日本における図書館とよく似た機能を持つ蓄積型文化施設の現状とも共通した問題とみなすことができ、 これらの施設が日本においてその起源の地である欧米のそれらと比べて多様な機能と高い社会的位置づけを獲得できていないことを物語っている。一般に日本に近代図書館制度を伝えた欧米においては、司書の有資格者は相当高度な専門職であるとみなされている。例えばアメリカ合衆国、カナダではアメリカ合衆国図書館協会によって、 認定されている専門職大学院の課程を修了しなければ、司書となる資格を得ることはできない。これらの国では、図書館の運営には必ず司書を任用しており、大学図書館勤務の司書の場合は、教員に準ずる教育研究専門職としての立場が確立されている。こうした司書の地位の高さは、裏返すと、 図書館という施設が社会的に高い地位を与えられ、その多様な機能が市民から認知され、また社会の基礎インフラとして高度に活用されていることを意味している。つまりそのような重要な施設の運営に関わる専門職はそれなりに高い専門性が期待されていることを意味している。労働環境の問題前説で触れたように、 現在、図書館職員の直接雇用が図書館全体で急減する事態が起きている。これには、地方自治体の財政悪化による図書館の運営費用削減と指定管理者制度の影響もあると思われる。正規職員ではない限り、賃金が安く、生活苦から、司書の仕事から離れるものも多い。司書として自活した生計を立てることは難しい。 非正規職員やパートの労働者に、賃金は安くても図書館を愛する主婦が多い。1年間の収入合計が103万円を超えた場合、所得税を納める義務が発生するため、パートアルバイトは賃金を103万円以下に抑えようとする主婦が多い。段階世代の大量退職が始まった2007年以降、 ベテランの正職員秘書の退職が進んでいて、特に地方自治体においては、支書の職制があっても1990年代以降、財政悪化等を原因として、支書の新規採用が行われていなかったという例もあり、今後さらなる支書の地位低下が懸念されている。アメリカ合衆国では、アメリカ図書館協会が、合衆国内、プエルトリコ、カナダにある学校に設置されている。 図書館情報学習士課程の認定を行っており、これらの認定校の学位が図書館員の資格になっている。公共図書館9129館の2001年現在の総選任職員数は133455人で、支所は44427人である。支所配置率はジョージア州とメリーランド州の公立図書館で100%となっている。一方、 ネブラスカ州では、市書設置率が1割程度である。インターネットの普及によって、情報の発信、入手が要因になり紙の本の地位が低下していること、Google に代表される検索サイトの機能向上によって、誰でも知りたい情報を調べやすくなってきていることにより、情報入手における図書館の従来の役割が変動しつつあることも重要な課題である。 インターネット時代においては市民にとって日常生活の情報入手行動の中で司書の必要性が実感される機会はより失われつつある。一方で、インターネットでも入手できない、あるいはインターネット由来の情報の正確性を検証する場合に必要とされるような専門性の高い情報の入手やコンピューターを扱うのが苦手な利用者の依頼に応えるためには、 司書の高い専門性が欠かせないと言われている。今後の図書館と司書はインターネットの普及など技術の進展による情報入手手段の多様化に対応し様々な情報を蓄積した図書館と高度な専門性を有する司書が揃わなければできない、付加価値の高いサービスを構築し提供していくことが求められている。ありがとうございます。